平成30年10月22日、今年度の阿蘇市市政報告会が、阿蘇市一宮町古城の公民館で行われました。この日の市政報告会には、阿蘇市一宮町古城地区の市民らおよそ30人が参加して開かれ、まず古城地区の区長を代表して、工藤照光六区長が挨拶して始まりました。そして佐藤市長が阿蘇市の財政状況、熊本地震からの復旧復興や今後の市の施策などについてスライドを使いながら説明しました。この阿蘇市の市政報告会は、現在市が取り組んでいる施策について市民に直接説明して、市民と対話することによって市政に対する理解を深めてもらおうと、13年前から市内11カ所で開催しているものです。佐藤市長は市の財政状況について、人件費の29年度決算額はおよそ24億3000万円で、合併当時からおよそ6億円削減でき、職員数も合併当時からおよそ100人減少している。さらに最近の市の取り組みについては、平成31年2月から住民票などの交付をコンビニで開始することなどを説明しました。また、教育委員会の取り組みについて、阿南誠一郎教育長は、教育の確かな学力の育成として、土曜授業や ICT 教育の推進などを行っていると説明しました。さらに、阿蘇医療センターの井野貴文事務局長が、地域中核病院として、阿蘇医療センターの取り組みについて説明しました。最後に意見交換が行われ、出席者から黒川と古江川との合流点の堆積物を取り除いてほしい、市道に穴が開いていて危ないので早く補修を、さらに市の障害者の雇用はどうなっているのかなどの質問が寄せられていました。平成30年度阿蘇市市政報告会は10月31日まで開かれることになっています。